この世にオリジナルなんてないのかもしれない。みんな誰かの影響を受けてそれをオリジナルだって言い張るけど、阿部夏実さん、あなたのは誰かの真似をしたオリジナルという人より最低な、それは盗作ってやつです。10年以上前ちゃうかな。俺はナッチが好きだ。有名どころの歌詞をそのまま使うなんて、まるで俺みたいじゃないか。気持ちはわかるけど、俺はそれに笑いを求めてる。それをマジでやっちゃダメだ。本当に今のナッチが俺は一番好きだ。幸せになってほしい。だから一緒にアナル掘らないか。アナル掘れば歌詞なんてすぐ降ってくるぞ。俺も貫通した前と後じゃ歌詞の深みが違う。説得力が生まれんだよ。クルチョモチャンネルと一緒にアナロって大丈夫ですか。まだ遅くない。全然やり直せる。だから一緒に二人三脚で頑張ろう。本気のナッチファン、一言お願いします。なにわのモーツァルト、木田太郎先生も半音ずらせばパクリやないって言うてる。でも愛子さんの歌詞そのままはちょっとしんどかったな。負けんなナッチ。俺らは阿部夏実さんを本気で応援してます。